はい、どうもこみです。さて今日はゴーレムガントレットの攻略やっていきたいというふうに思います。急に来てね、なんじゃこりゃと思ってやってみたら、意外とねそんな難しくないと思うんだ多分これは、なんでサクッとですね大気ポーションをゲットして、あの村の育成ね早めてもらえたらというふうに思うんですけども、早速やっていきましょう。で、もういろんな YouTuber の方が多分動画出してるんだろうと思います、このタイミングではね。なんで結構被るんじゃないかなと思う、これは。割とね、多分、ここに呪文を打ったりとかっていう風にみんな、多分同じようなこと考えると思うんだ。絶対に。で、でもちょっと広げちゃったけども、ネタを言うとね、ここにキルトンを打ちます。このキワキワね。キワキワに打って、宝石を壊します。で、それを壊し終えたら、というか、それと並行して、今度こっち。スーパーウィザードを1体イーグル砲に当てます。で、イーグル砲と、投石を先に壊していくんですね。で、もう1個ね、スーパーウィザードを、別にやってもいなくてもいい気がするんだけど、個人的にはなんとなく気持ち上から当ててます。この辺のキャンプをね、4つぐらい壊してくれるんで、それぐらいの仕事でいいかなってところですね。で、さっき、見てもらった6種のイーグル砲、あそこが結構時間かかるんですけど、そこ壊し終えたら、この部分ですね、からユニットを全部ドバーッと出していって、もうあとはユニットの進行に任せるっていう感じですね。そんなにね忙しくはないと思うんですよ、思うんだけど、一応ね、手順ちょっと複雑っちゃ複雑なんで、何度か見てもらえたらと思います。まず、スパビズ1体出して、でこれで一番時間かかるので先出しますね。でスケルトンをこの本当キワキワに出します。こんな感じ、ひょいしょっと。でたまにこうね、迫撃音のダメージ食らうんですけど、このキワキワに出せば、ほぼほぼ、スケルトンが確実に、壊してくれます。僕失敗したことないですね、このキワに出して。今のところ5、6回やってみたけど。はい。で、上からスーパービーだと1体当てます。このスーパービーはなくてもいいかもしれないけど、気持ちです。気持ちですね。で、そしたらゴーレムとりあえず構えておいてください。ゴーレム構えて下側、イーグル砲が壊れるのを見守ります。このイーグル砲の上にテスラとかあるんですけど、そこはね、やんなくてもいいですね。めんどくさいんでやんない方が、後々楽かなっていう。別にやってもやんなくてもそんな結果変わんなかったんで。はい。むしろ、テスラを出すことによって、このスパビーズがね、やられちゃうリスクがあるんで、このままはいいかもしれないですね。で、壊し終えたら、ゴーレムでアーチャークイーン当てていって、さらにゴーレム追加していきながら、ボーラー、ウォーデン、さらにスーパーボーラー、キングって出します。で、全部出し終えたら、ストライカーをね、上と下に一体ずつ出してください。キングとそこで当たるんで、相手のキングね。これを潰しておきます。で、ボーマーですね。スパビーズ出すの当てちゃったから、とりあえず出しておきましょう。で、出し終えたら、次、ポイズンで相手の援軍潰します。これはね、忘れないようにした方がいいですね。で、レイジを使って、トーム。このレイジトームもね、どうなんだろう。ここに本当はやるべきっていうポイントがあるのかもしれないけど、個人的には、今のようなタイミングで適当に打っちゃっていいですね。そんな気にしなくて。で、そこまで終えたら今、ロイヤルチャンピオン、上側から出しました。これも適当です。本当適当に出せばいいです、ロイヤルチャンピオンは。こんな感じで。別に、どこにどうっていうのは決まりはない。上の方から適当に出せば、キングと一緒に歩いてくれるんで、それでいいです。はい。で、これでおしまいなんですよ、やること。はい。あとはもうね、相手のキングと当たるタイミング見計らってさ、こう、キングのタゲ取っちゃったら、ここにこう、ストライカーを当てていくみたいな、こんな感じ。はい。こんな感じで当てていくみたいな感じにやっていけば、別に普通に、他のキングも当たったから、ストライカーみたいな、こんな感じ。で、いけちゃいますね。呪文は適当に、扱っても使わなくてもいいんですけど、こうね、はい。っていう感じですね。簡単でしょう。多分。と思うんだけど、自分のタイミングとかもしかしたら、僕のフィーリングに合っているから、うまくいってるだけっていうのもあるかもしれないです。なんで、うまくいかなかった場合には、もしかしたら、別の方法に切り替えてもらった方がいいのかもしれない。たまたま僕にね、最適化されてるって考え方もありますので、もう一回言ってみましょうかね。失敗するかもしれないってことを踏まえて、どこで失敗するか、どんな風な失敗が起こり得るのかって見てもらうべきです。はい。スパビズをまず1体出して、で、つけるとですね。はい、この辺。で、さっき言ったように呪文のタイミングとかってもう全然ね、適当なのですよね。なので、あんまり細かく言うところがないんだけど、とにかく、なんだっけ。フリーズで真ん中のインフェルノと投石とタウンホールを止めまくれっていうところだけですね。で、スーパービザードがイーグル砲を壊してくれるのを見計ら
ておきます。ゴーレムを構えておきますね。で、この間に、クジガの投石はもうスケルトンの呪文で潰してますので大丈夫というところで、まあ、イーグルのダメージはもう投資からね、食らいたくないですよ。できるだけね。で、スパビスに壊してます。まあ、だいたい1分間ぐらいですね、この間ね。ただ、ゴーレム、アーチャー、クイーン、ゴーレム上と下に1体出して、で、ボーラーを適当に上と下に散らせる、キング出す、グランドウォーデン、トライカーって感じですね。下側のね、キングするの少し時間かかるんで、トライカーすぐ出さずにね、キングの頭の上にビックリマークが出たら出しましょう。で、ボマーをね、十字方面から出しました。またスーパービザードですよ。で、ポイズンかけの、まあ、下側と上側それぞれね、こんな感じで、レイジをかけていって、レイジからの、まあ、トームを使っていきましょうか。こんな感じですね。で、そうこうするうちに、だいたいアーチャークイーンがね、この真ん中のジーンのところに入るんですよね。入ってくれるから、まあ、そこからタンホールを射抜いてくれるんで、まあ、アーチャークイーンにタンホールは任せるとして、こんな感じですね。はい。投石機のとことか、こう、普通にフリーズ打っていってあげて、よいしょ。こんな感じかな。で、相手のキングと当たってるので、まあ、ポイントストライカー出してもらう。なんか少し今回うまくいかないですね。多分ね、バーバリアンキングがやられちゃったんで、上方面の、破壊がだいぶ遅くなったかな。あ、それあるかもしんないね。こういう風に、フリーズのタイミングが少し遅れちゃうと、まあ、シングルインフェルノとかにキングが焼かれちゃって、上方面の破壊がはかどらない。はかどらなくなっちゃうと、こう全体が、うまく進まなくなってしまうっていうのがどうやらあるみたいですね。はい、まあ、ただとはいえ、ここからちゃんとフリーズ使っていけば全開はできるんだけど、こうなっていくと少し厳しいですよね。なんかあんまり、いい状況とはまあ言えないので、なるべくだったら、ここから、こうなっちゃうともうね、結構テクニックを要するんじゃないかな。こんな感じで。これは、お気軽攻略ではなくなっちゃうから、よいしょ、こんな感じでまあね、はい、打っていってあげれば、まあ一応全開まで行くんでしょうけど、っていうところですね。はい。なので、フリーズが遅れちゃったりして、キングがやられてしまうみたいな、まあ、ところが、まあ、グランドウォーデン下側の方にね、回り込みやすいので、てかまあ回り込んでほしいので、上の方のね、キングがまあ肝になってきますから、そこの、なんていうのかな、ちゃんと守りだけ、フリーズで固めてあげるように、まあすると、問題なくいけるんじゃないかなというふうに思います。お時間切れですね。というところで。なんで、まあ、中央のフリーズをミスっちゃいけないっていうのは多分どんな攻めをしても、言えてくることなんでしょうけど、今みたいな形で。やっていけば、まあ、基本的には展開まで持ってくるというふうに思いますのでね、ぜひチャレンジしてみて、ダイプポーションゲットしてもらえたらというふうに思います。できなかったらいろんなね、YouTuber の方の動画も見てもらえたらきっとご自身に合う攻め方っていうのが見つかると思いますので、諦めずに挑戦してみてください。では、今日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。今日はこちらのなんだっけ名前ゴーレムガントレットのね、攻略やっていきました。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。